お願いします。よろしくお願いします。Thank you.
が先ほどね聞いていただいたようにオリジナルのね楽曲があるんですけれども、昨年のね7月にリリースさせていただきました、あのアドバンテージという曲がなんとこのドラゴンにもあるというスタヤさんの全国ランクメジャーデイリー第1位を獲得させていただきました。ありがとうございます。はい、はい、ということで、はい、このね曲も最後にね披露させていただこうかなと思うので、ぜひ最後までお聴きいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はケンティフェスということなんです。そうですね、私たちもね、はい、歌やダンスを通じて鳥取県をね元気にしたいと思います。はい、というわけで続いての曲聴いてください。ミキネット、
先週のと2曲続けて聴いていただきました。はい、ありがとうございます。今日のエキスなんですが、はい、いろんなね、ブースが、ね、出てるんですよね。そうなんですよ、私たちのステージの上からなので、うん、いろんなね、ブースがすごい見えるんですよ。そうだね。このね、多目的ホールは活動ピアブースなんでまして、あの40人のね、ブースが出てるんですよ、はい、でやっぱり、ね、これだけね、ちょうど盛り上げようっていうね、方々にね、集まってくださって、はい、そうだね、そう、私たちもね、あの、もっとね、頑張らなきゃって気持ちになりますね。はい、元気がね、よりがね、かけました。はい。そしてですね、ブースって、外の方にもね、ブースがありまして、そうなんですよ。飲食ブースがね、並んでるんですよね。そう。はい。よくね、私ね、女の子ですから、ね。そう、女子はね、食べ物好きですからね。はい。来るときもね、はい、そう、外通ってきたんですけど、そうそうそう、美味しそうな匂いがね、回ってみていただければ嬉しいです。はい、そうですね。はい、というわけで、グッズとかもね、配ってるみたいな。そうだね、無料、無料のねえ、ね、はい、でもね、え、食べた？ね、すごい、なんか思ったよりさ、あの器からさ、そう、あのカニの足がね、すごかったねすごい、美味しそうだよね。ね、美味しそうだった、ね、そんな感じでね、あとね、私たちも実は、あのブースをね、ブースでこの後いるんですけど、あの、向こうね、私たちから見て、左側、何か見て右かなの出入り口のね、すぐね、入ったところに、サンコンテンツビジネスパーク協議会のブースがあるんですけど、このメッセージが終わった後も、はい、そこでね、CD 販売などさせていただきたいなと思いますので、はい、もしね、ハニーブラッドちょっと気になるなって方がおられたら、ちょっとね、お立ち寄りいただけると嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。それでは、はい、続いてはい。
シャッターという専属劇場を構えています。はい、そこでですね、私たちが営業とかしてるんですが、はい、4月1日の放送でですね、はい、なんとその劇場に中継をつないで、はい、私たち生出演、はい、生放送、はい、ということが決まりまして、はい、そう、番組が19時からなんですけど、はい、その時間に合わせてですね、はい、お店の方にもしよければ遊びに来ていただけると嬉しいです。そうですね、とても盛り上がっているところを、はい、あのお茶の間の皆さんにもお届けできればと思いますので、はい、ぜひ一緒に楽しんでいただけると嬉しいなと思います。はい、なので詳細とかはね、またツイッターとかで、Facebook で出しますので、それを見て来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。で、名残惜しいんですが、ハニーですし、はい、次の曲が最後となってしまいました。はい、そうなんです。アドバンテージという曲はですね、なんとあの、ね、さっきね、先ほどの、ね、最初の方でね、やっていただいたんですけど、つたやさんで、ね、全国ランキングメジャーで1位の曲なので、ありがとうございます。ちょっと簡単な振り付けがあるんですけど、あの曲の最後の方に拳を真上に掲げる、こういうありがとうございます、こういう振りがあるので、もしよかったらね、一緒にやっていただけると嬉しいなと思います。それではね、名残惜しいんですけれども、最後の1曲アドバンテージ。
ぜひね、興味が湧いた方はお立ち寄りください。